はい、それでは上杉香織さん、ほおずきのレッスンをしていきます。ようこそ演歌の森、番組も見てね。森まゆみボーカルスクールレッスンも来てね。じゃあ行くよ。夏の終わりの故郷の道で、いいですね。夏の終わりにぴったりの一曲です。伸びの組と三拍子の 1,2,3 の流れに身を任せながら逆らわずに歌ってください。夏の終わりの故郷の道で、赤いほおずき色を増す。このあたりは情景説明でね。でさ、こんなところでお話が始まるよっていう説明ですから、気負わずに、でも言葉ははっきり言いましょうね。夏の終わりの故郷の道でしょ。お盆とちょっとまた違うのかなっていうような、うーん、謎もありますけど、まあ深く考えなくてもいいか。で、今のところ最後、色増すの 1,2,3 って、歌った後、すって言った後のね、一小節3拍子分、お休みありますから、実はその後でほおずきってこう山場に入っていくんですけれども、慌てて色増すほおずきっていかないようにしてくださいね。そう、体勢を整えてから行くよっていう感じ。上杉香織さんはプロモーションビデオではね、とても可愛い振りをつけてます。ほおずきをなんかちょっとおにぎり三角みたいだから、ほおずきほおずきとかね、やってらっしゃいましたよね。ぜひ可愛く真似されてもいいと思います。じゃあそのほおずき2回のところ入っていきましょう。1,2,3 ほおずきほおずき、あの人のね、ゼロキー幻聴で歌いますと、ちょっとあのってあーって苦しいと思いますけれどもね。普通の方は力であーって一生懸命喉を絞って声を出さないで、ちょっとため息で濁しちゃうみたいな感じ。はーって吐息を吐いて、そのはーっていう口から出る風にあっていう文字がふわーって吹き飛ばされて出てきちゃったみたいな、そのぐらいの感じの方がいいと思いますね。それからほおずきほおずき2回言いますが、ほおずきなんですけれども、歌う方はほおずきずうき、小さいつをね、ずと木の間に入れてあげてください。そうするとなんかね、あのほおずきの実がふくよかな感じがしますよね。ほおずきほおずき、あの人の、吐息いっぱい出すとあが歯に聞こえたりすると思いますけれども、それでも私は構わないと思いますね。ほっこりしたあの人にしてあげてください。次、笑顔に明かりつけとくれ。なんでしょうね、子供がお祭りの縁日に行って帰り道スキップして帰るみたいにちょっと弾んです。笑顔にじゃなくて、笑顔に明かり、この辺がスキップっぽいでしょ。でこれできる方はやってあげてください。つけとくれも、つけとくれじゃない、つけとくれね。なんかちょっと 2,3 段の石段、神社の石段を駆け下りるような可愛い感じがありますよね。可愛らしい、メロディーが可愛らしいっていう表現も変かもしれませんけど、とても可愛いメロディーだと思いました。そしてつけとくれと言った後にまた 1,2,3 と3拍休みが入りますので、慌てて次を歌わないようにしてください。笑顔に明かりつけとくれの 1,2,3 離れてってこう入ってきますからね。でつけとくれというね、この話し言葉の語尾ですね、これがすごく
あの温かい感じがしませんか？すごく親近感がある感じね、いかにもほおずきに語りかけてる感じがあのしますよね。そしてまたほおずきに語りかけるような女性、きっと気持ちの可愛い、気持ちも可愛い方なんだろうなって想像ができますよね。でそのあたりをご自分の頭の中、想像を膨らませて、主人公になりきってください。さあ歌は終盤です。離れて会えないあの人が心の風など引かぬように心の風など引かぬようにっていうね、いいあのとても美しい 歌の言葉だと思います。歌い方ですね。離れて会えない、ここもちょっとスキップするような感じ、会えないじゃなくて会えない、ぴょこぴょこした感じがありますよね。次もあの人が、あの人がじゃないですからね、ちょっとスキップみたいな感じのリズムが取れたらすごくいいなと思います。最後、心の風など風など下りのこの階段を、トントントン、つま先立ちで降りてくるみたいに重くならないようにちょっと弾みがちに歌ってください。風などね。それからね、その下りの階段の前、心のところも、心っていうとあの軽やかさ半減、こと子の間に小さなつ、こけこっこの子で、心のこっこ、こっこ、こっこって言ってますからね。心の風など、そして最後はちょっとドシッとさせてあげる、引かぬように。そうすると最後によっしゃ完璧のハンコがドスって太鼓判が押される感じかな、収まりが良くていいと思います。全体的に可愛らしいですが、最後はちょっとね、まあ、決めに行くっていうのもおかしいな、あの最後の言葉は風にあの流されないようにしっかりと置いてあげる、重しをしてあげるっていうぐらいでいいのかなと思います。全体としては笑顔寄りの表情のまんまでずっと歌ってほしいなと思います。仏頂面で歌っちゃやーよ。では一番通して歌いましょう。いくよ、1、2、3。夏の終わりの故郷の道で、赤いほおずき色を増す、ほおずき、ほおずき、あの人の笑顔に明かりつけとくれ。離れて会えないあの人が、心の風など引かぬようにね。いいですね。まあでも相手を思いやるっていうのはさ、自分が健康じゃないとできないからね。皆さんもぜひ体調管理気をつけて、しっかりと健康な体でほおずき歌ってください。にこやかにね。じゃあまたね。